ジョン・ジョージ・ヘーグは、イギリスのシリアルキラー。コーパスデリークティがなければ、罪に問われないという法律の条文を、殺人を犯しても死体が発見されない限り罪に、問われないと解釈し、被害者9人の遺体を自宅敷地内の工場にあった、ドラム缶に入れ、硫酸で溶かして処分して、完全犯罪を企もうとした。1949年2月20日、ヘーグは老婦人ともに、 ロンドン市警察を訪れ、同じホテルに宿泊しているオリーブ・デュランド・ディーコン、婦人が一昨日から戻ってこないと告げた。ディーコンプ人と親しい間柄であるロープ人は、ディーコンプ人はヘーグが経営する工場に投資するか、どうか彼と共に見学に出かけて帰ってこないと訴えた。一方、ヘーグはディーコンプ人に工場を案内する予定があったことは、認めたが、 彼女と会えなかったと主張した。兵具の言動に不信を抱いた警察が調査してみたところ、彼は過去に詐欺や窃盗で3度も服役していたことが判明し、警察は直ちに兵具の工場の捜査に向かった。サセックス州にある兵具の工場とは名ばかりの倉庫で、警察は38口径のピストルと実弾、ガスマスク、ゴム製、エプロン、ゴム手袋、ゴム長靴、 特殊なガラス瓶、ドラム缶、女性のバッグや靴などを発見したが、ディーコンプ人に投資話を持ちかけていた付け爪の製造などは全く見られなかった。後日、ディーコンプ人の宝石やコートを売り払っていた事実を聞き込みで突き止めた警察が質問すると、ヘーグは笑顔でこう言った。完全犯罪を成し遂げたと思い込んだヘーグは、他の女性たちもディーコン夫人同様に殺害後、 ドラム缶の硫酸風呂で処理したと告白した。得意満面のヘーグは、警察の捜査にかなり協力的であり、犯行の一部始終を話していた。しかし、硫酸による妖怪で完全に人体が消滅すると思っていたヘーグは、遺留物を発見が困難な下水や海などに流すことなく、ドラム缶を転がして移動させ、 中の硫酸と遺留物を比較的発見が容易な庭に行きしていたというミスを犯した。これを実況から知った警察は倉庫内から庭までドラム缶が転がされた後を綿密にたどって行き地点を探し出し、その地帯の土壌を徹底的に調べ上げた。すると、硫酸が溶かしきれなかった人体の死亡、人骨、胆石、入れ歯などがわずかながら発見された。 人骨や胆石などが D コンプ人の特徴と一致した上、入れ歯が彼女の視界により D コンプ人のものであると証明されたことにより、ヘーグは逮捕された。その後、後半中もヘーグは物的証拠の少なさから死刑にはならないと思っていたのか、自ら主張する、精神異常を装うためか、被害者の血を飲んだと供述したり、クロスワードパズルに熱中したりしていた。だが、 陪審員は、表記に入ってからわずか5分で、全員一致の防殺罪で有罪の評決を出し、ヘーグに死刑判決が下された。1949年8月10日、ヘーグは、ロンドンのワンズワース刑務所で、アルバート・ピアポイントの手により、公主刑となった。これは、ラテン語で、直訳すると、死体とも取れるが、法律用語としては、犯罪構成要件という意味であり、 殺人以外の犯罪においても使用される。殺人の場合、一般的に犯罪構成要件は、人を殺した事実であり、死体が発見されなくとも、その他の証拠などから人を殺したことが証明できれば、裁判で有罪になることもある。ありがとうございます。